ップル？まだカップル。カップルじゃねえの？え？気持ち悪い。え、このカップルやけ、こんな人。だる。だる。もう。マジだる。ちょ、もう。わかった。アイドルにしてや。ダメしろしかないわ。ダメしろ。距離の縮め方下手。いやもうめんどくさいわ。あのさ、あんな街でこんな手伝いでもう好きや。あの男性のことどう思ってる？好き？知らない。ダメか。よし。じゃあ任せなさい。で今から彼がね言いたいことが。あるんで、それもちゃんと伝えようと思います。よし、じゃあ行こう。ヒント、大丈夫か。行け、行ける。好きです。付き合ってください。ダメしろしかないわ。お前、お前。お前になってる。こっち。やめて、本当。好きです。付き合ってください。なんかあるいろいろ書道だったのが、うん、初対面の人と小学校近くのラブホで卒業した。ダメしろしかないわ。男も妥協してるな。しかも2人とも生でされた。ダメしろしかないわ。あ、でも人生で一番やらかしたこととか黒歴史を聞いてるって何かありますか？ちょっとやばいことだな。ああ、それよ。人生で。え、あれ見たことある。何が俺さ、もう今年は行ったりとかしないって決めたの。だからなんかこの変わった俺を見てほしい。え、大晦日にまず元彼を振ったんだよ。じゃ聞いてる時確認やん。大晦日にまず元彼を振ったんだよね。その振った次の日に先輩とやったっていう話は合ってる？俺なんか合ってるのか分かんない。それ合ってる？はい、合ってるね、合ってるね。で、この話は放送していいのかダメなのかどっち？ダメね。オッケー。ダメしろしかないわ。ダメしろ。使えるのがないな。そう。コタクラパプルって言います。いや絶対売れないよお前。なんで売れたいよ。パプルのことが好きまる好きまる大好きまる。コタクラパプルです。お願いします。これでいいのだ。月丸をプレゼントしました。 ありがとうございます。ダメしろしかないわ。お前の本名教えてくれ。本名はパプルですよ。違う、本名じゃない。名字は黒歴史思いついた。じゃあこそって言って。小宝パプルです。じゃあ本名。本名戸籍上の名前。高橋愛です。高橋愛ゆ。ちょっとおもろいけどな。いやー誰これは。違う、仲間です。名前は。あ、本名。高木咲です。ダメしろしかないわ。アイドルのお宅なんで。あ、え、そのアイドル。あ、違うんですけど。ちょっと待ってて。はい、こんにちは。こんにちは。アイドルです。本当ですか？アイドルが今後好きなんだって。そうですか？だから全力で落としたんです。スキマルにさせていこうと思います。パプルの方がスキマル、スキマル、大スキマル、パタクルパプルです。ありがとうございました。ダメしろしかないわ。じゃあね、高橋愛を応援してあげてください。カップル。カップルじゃないです。カップルじゃねえの。元カノ。どっちから連絡したの。ずっと連絡取った。戻ったらいいよ。僕は戻りたいんですけど。君は戻りたくない。理由があるみたいな。いいんだね、今彼氏。いや何かあったらじゃあ戻る。いますよね、絶対。戻ったらいいよ。理由言ってちゃんと。あ、じゃあ一回聞かないと。あ、聞かないと。カルタはね、合わせたら一緒よね。あ、その原因は何だ。分かれた原因。やるの回数が上がらない。なんかごめん。なんか君の方が多いってこと。君が少ない。向こうがめっちゃしたけど君はそんなしたくないから、ちょっと、まあなんていうのかな。ちょっと俺もね、さすがにまあこれはちょっと、まあ、言えないですかね。だけど、何にしよっか。ちょっと並んで。始めろ。ええ。どうする？え、君、どうする？私は違う。
だよお前何しに来たの。なんか本物かなって思って見たら本物だった。あの人生で一番やらかしたことが黒歴史聞いてるんですか。最近転校しました。なんでピアス開けたのバレて特待生外されて楽器が払えなくて転校した。ダメしろしかないわ。優しいですよ僕。いい顔してる。彼氏じゃないです。ダメしろしかないわ。もっとあんな声がしたくて。何のジャニオンさん。ドル関西の誰が知ってますか。人は知らないじゃん。友達です。友達です。え、本当トワか。トワ君じゃあなんかメッセージ伝えない。俺が言っとくよ。何十回何百回何千回でか。トワ君ね、私と結婚してください。あ、ありがとうございます。どうもトワチンです。こんにちは。はい、僕のこと大好きということで、一言だけ言わせてください。やりましょう。ダメしろしかないわ。ダメかな。本当にダメかな。モハン、モハンの勝負。モハンじゃないですよ。いや、人の不動なんかあんなこと言うのはダメなの分かってるけど、でも変やこれは。いや、なんで可愛いかい。分かる。じゃあイカゴ取ろうや。わかりました。ちょっとつけてみてください。僕はこういうね、変なのがつけません。ダサいんだ。ダサいんだ。あの、今人生で一番やらかしたことが黒歴史を聞いてるんですけど、プレイ中に穴に手を入れるシーンってあるじゃないですか。この子の。そうです、そうです。じゃあ穴にって言った時に私の穴ですって言って、わかんない、わかんない。さあ、サポート入れて、あのキューピー3分クッキングみたいにさ、これを炒めていきます、3分ほどですみたいな言うやん。この前プレイ中に穴にとちょっと手を入れるプレイをしていて、私の穴です。おい、でそれで、それが朝だったんですよ。やることやって終わって、うん、で僕が先に一人で家出たんですよ、うん、でなんかこう携帯見てた時になんかあれって思ったんですよ、うん、そしたらふと見たらなんか血だらけだった。ってことは君は何だったの。生理です。15分こうやって指隠して駅で手洗いました。うわ、まあ、ここはいい。そうそう。